前髪切らなきゃ。こんばんは。今日は30分くらい配信します。こんばんは。こんばんは。朝早かった？ううん、朝早くないよ。明日うちは持っていくね。待ってるね。明日会えるの楽しみにしてますね。お話し会の受付が始まっております。今日からこんばんは。うん、長いこれ。うん、こんばんは。そう、ツーショットが初めてできるので、おすすめです。皆さんと思い出を作りたいなと思っているので、こんばんは。オンラインの方もありまして、そう、オンラインの方は3部なんですけど、直接会える方はツーショットを入れて4部ありますので、お待ちしてます。そう、いろんな県に回れるので、みんなと会いやすくなるのかなって思ってる。で、まだお洋服は決まってないんだけど、そう、お洋服決まってないけど、日程をさっきまでまとめてて、日程を、なんだっけ、あ、画像にまとめたから、この配信が終わった後に載せます。そしたらみんなも見やすいと思うので、そう、髪が長いよ。たくさん着たいと思う。ありがとう。助かる。よかったです。それは。もうかも。作った。またに、お洋服が決まったら、お洋服も載せようって思ってるから、もうちょっと待っててね。そう、感謝枠がないみたいです。昨日、感謝枠って言ってたんですけど、今回から感謝枠はないみたいですね。おすすめの部は、このあと載せる？そう、このあと載せると思うんですけど、オンラインの11月4日の、3時間目と11月23日の3時間目、まあでも一番遅い時間の一番近い日の2日間と、個別の直接の方は、個別の方も10月21の4時間目と、カメラの5時間カメラというかツーショットの5時間目と、12月10は三体省エ券、それもツーショットとか最後の時間はおすすめです。またツイッターに載せて赤丸でこう書いてるから、そう、赤
丸で書いてるので、あ、自分の字がそう、ちょっとこれ走り書きしちゃってて、桜花の作った画像はまた後で載せようと思います。でオンラインお話し会の方は今回全部 1,2,3 時間目で固定されとって、1時間目がちょっと来づらい、時間が早いから来づらいのかなって思うんですけど、早起きできる人はお待ちしてます。いや走りながら書いてね、走り書きしただけ。そう、モーが好き、モーが好き、こんばん。虫の音、虫が鳴いてる音が聞こえる。広島が2日、うん、広島が2日かね、日程がいっぱいあって、でツーショットもあったり、みんなと会える時間が、直接会えたりオンラインもあったりと盛りだくさんなので楽しみにしております。そう、今回そう1時間のが90分になって、そういつも90分になってそう長めになったらしい。そう、こんばんは。秋になそうだね。でも今日も暑かったけど、もうスズムシなのかな今聞こえるのは。一人ぐらい何秒、何秒でも、今までは15秒ぐらいだったけど、どうやろうか、一緒かな。今回ジェネともちゃんがお待ちしてます。仲良くなりましょう。ね、ちょっと秋を感じるね今日。そうサイン会はねなくなってしまって、すごいねかも悲しい。そう大学の授業と同じぐらい。そうだね、お誕生日に近い日はオンラインの11月23日が18歳最後のお話し会で、個別のやつが会えるやつか、個別のやつに会えるやつは12月の10日が初めて19歳になってみんなと話す日になりそうです。ちょっとね離れてるけど、まあ近くにはあるかなっていうぐらい。でも前後にあるのでオンラインと直接になっちゃうんだけど、話し会もしかしたらありがとうございます。あのね、参加してくれた皆さんのことをね楽しませれるように頑張るので、ぜひ18歳のモモと19歳のモモ両方会いに来てくださったら嬉しいです。そう、ね、生誕祭も多分12月とかなのかな。アニメなんしよう。モちゃんと話せる時点でも楽しい、よかったです。話し会のモちゃん、そうですね、会いに来てくれた皆さん嬉しくて声は大きめかもしれません。それまでに咳を直さないといけないけど、もうが好き、もうが好き。もうちゃんと話すの楽しい、もうちゃんと話すの
醸しませるよ。水切り大会ね、そうやった。全然すぐ負けちゃったけど、髪を伸ばさなければぜひ待ってます。そう、オンラインの方は、あ、違う、ん？じゃあそう、直接会える方は4部あるんですけど、モモが多分前回の話し会であんまり結果を残せてなくて、オンラインの方はちょっと3時間になっちゃってるんですけど、ぜひぜひ楽しい時間にできるようにみんなと思い出作りたいです。参加する秘訣として、またね、お洋服もさ考えとくね。そう、かわいいお洋服着てね。髪型とかどうしよう。こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんにしてね。直接会えたの、会えるのが増えるので、あとツーショットずっと撮りたいって思ってて、そう、今回はたくさん申し込みたいと。ありがとう、お話しようね。12月9日が生誕で、12月10日だと、確かにそれだったらそのままね、いけるからすごいいいけど、土日がいいよね、やっぱり。あとなんかパネルもあるみたいです、今回も。ありがたいこと、今回なんか今までのパネルはちょっとずつ大人になってってるんよ。もうなんだっけ、ちょっとずつ、おもこいの時もから少しずつ大人になってってるので、今回もなんか大人になるかな。ならんかもしれん、一回止まるかもしれん。パネルの言い方かいか、え、嘘、見れるの写真、もうかなんか見方が分からなくて、写真見れるのか、ちょっと後で見ときます。浴衣の方なんかポチッと押したけど、リッセンももかしか書いてなくて、成長記録、そう、1年に1回だったかな、ちょっと成長記録っぽく。シガニ君、うん、フェスで行きます。写真のサンプル出てるんだ、見てない。実際のね、なんかももっと自分磨きをしてちょっと行こうと思います。直接の話し会とかにもう今以上になんか努力できるように、あの、こんばんは、つけんもんさん、バラありがとう、ふくちゃん星ありがとう、まっぴょのまっぴーさん、ハタありがとう、ぐんぐんぐんさん、ハートありがとう、ゆうさん、かわいい、ありがとう、ふくちゃん、きのこありがとう、ももかろう侍さん、きのこありがとう、ゆうたさん、きのこありがとう、こじさん、きのこありがとう、メガバイトちゃん、結婚してありがとう、としさん、きのこありがとう、ゆうたさん、きのこありがとう、浴衣のポーズはお姉さん、お姉さん感あった、どのポーズなんやろ、後で見とこう。にゃん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 、お茶が飲みたい、いや、はい。
そうだ、毎日配信の先日のやつの今のところ調整していただいてて、あの配信ができたらいいなって思っておりましたので、でも今のところ私が千日になるのは19日なんですよ。で、ま、今19日が空いてるか分かんなくて、そう、もしかしたらぴったりできないかもしれんし、チケットで調整するかもしれないんですけど、またそれは決まり次第お知らせしたいと思います。うん、チケットの方はあるので、そう大丈夫なんですけど、今調整中ということで、記念配信があれば、そうだね、ぴったりじゃなくてもできたらいいなって。いつがお話し会、お話し会はもう本当に個別の方もオンラインの方も一番近い日数の一番最後の時間がおすすめなんですけど、このあとツイッターで画像を載せておすすめの時間赤丸されてるので、配信が終わったら載せます。でも基本的にやっぱ11月の4日とかね、近い方がおすすめ。ね、直接のお話か、いろんなとこ。もちゃんよろしく。はい、よろしくね。話しましょう、たくさん。にゃにゃにゃ。今回は私服とコスプレ、どっちがメイン？でも。個別とかは私服が多いのではないかなと思ってます。個別じゃないね、直接誕生日プレゼント、そう、11月23日とかオンラインの日とか、直接会えるの12月10日とかはおすすめです。全部個別でね、さっきからめっちゃ間違いまくってる直接のこと個別って言ってる。最新曲はバラードですか？まだわかんないです私もまだわかんないです。こんばんは、こんばんは。可愛い画像作ってほしい。ありがとう。感謝枠がなくなったから頑張り目指そう。ありがとう。そう、感謝枠のシステム初めてないからなんか不思議な感じ。新曲のタイトルどんな感じか。確かにいつも結構さ、おーってなるよね。けどだんだん見てたら、あ、いいなってなるんよね。最初はびっくりするけど、みんな結構ヘタレたちよとかの時はびっくりしとったよね。題名で、題名タイトルか。10月21日でハッピーバイね。ありがとう。
10月以降だと、そうだね、どっちかっていうと秋服とか冬服メインになるね。あ、暗闇でね、確かにびっくりするよね。二人の時もみんな結構えーってなっとったイメージ。曲聴いたらみんな、あ、なるほどってなっとったけど、タイトルだけだったらどういう曲か、どんな曲だろうっていう感じのこと、感じだった気がする。ね、息をする心めっちゃいいよね。次の曲も楽しい。にゃん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 。前髪が割れます。が、治りました。歌詞聴いてていい曲ね、いい曲だった。次どんな感じになる、なんか楽しい感じなのか、それともちょっとバラードな感じなのか、楽しみ。もーちゃん今回3部戦、うん、オンラインの方がちょっと農家がの力が及ばずで、3部になってます。直接の方は、カメラっていうかツーショット入れて4部です。そうだね、ユイリンさんにいっぱい抱きつきに行きたいね。こんばんは。あとアンピにもいっぱい、明日一緒だからいっぱいお話ししたいな。もが好き、もが好き、それはそうか、大丈夫だよ、ありがとう、全然いいのに。カメラがいいスマホに、あー確かにね、よりいい写りだね。もうか14プロなんですけど、もうちょっとで15出るかもしれんけど、14プロめっちゃね、あのね、カメラの画質が良くてね、ノーマルカメラがすんごい綺麗なの。そうだからこの間動物園に行った時に動物をね撮ってたんですけど、可愛い、めっちゃ綺麗だ、綺麗に撮れた。ちょっとまた送ろう、それも。あ、こんばんは。そう、今の携帯めっちゃ良い。でも多分15が出たらもっといいのかもしれない。今のところまだ買える予定はないな。何の動物？何の動物？カメ、カメとか。なんか名前が分かんないんだよね、動物ちゃんの。でもなんか可愛かったやつとか、ワニとか、あと何撮ったかな。クマ見たけど撮ってないの。ちょっと遠くにいたんだよね。チンパンジーもちょっと撮ったけどすぐ遠く行っちゃった。なんかみんな遠く行く。ワニ怖かった。何撮ったかな。サックスとかブラスが効いた心躍る曲ねえ、どんどん楽しみ。なよこちゃんが撮った写真はまだあるよ、また載せていくね。何かも、大丈夫、ちゃんとガラスがあるとこやって、ガラスなかったらもう逃げるよ。遅刻しちゃった、大丈夫よ。現実に存在しますか。現実にいるかどうかは実際ちょっと会いに来てみてください。ちょっと言ってみたかった。
ねおこちゃん遠くない、あ、ごめんなさい空が綺麗だったから。あと結構友達と一緒に写ってる写真が多くて、あんま私単体の写真がなくて、一緒にこうピースしてるのが多いけ、なかなかちょっと載せるのが難しかったり、顔隠せるやつは隠すんだけど。そう、結構ツーショットが多いんよね。でも今日ファンクラブに載せたのもねむこちゃんが撮ってくれたやつで、メールで送ったのもねむこちゃんが撮ってくれたやつですね。嬉しそうに見えた？お茶出そう、お茶よ、すごい暑かったからの日、ちょっとお茶飲みたかった。今回の話し会からツーショットあって嬉しいな。待ってます、撮りましょう、楽しみましょう一緒に。タクタクありがとう。コーチだと中学生みたい、いつも言われる。もうコーチにいなくても言われてるよ。友達と一緒ならではの印象。本当やっぱなんか普段の私を見てもらいたいなって思って、今も別に素の私だから、別に変わることはないかもしれないけど、どうなんだろうね、変わらんよね多分表情とかも。シャボン玉の動画は多分あれ中高校1年生かな、あれ撮ってくれてるのお姉ちゃんなんよ。声で分かったかな、私がシャモン玉こうやってやってたら、撮ってやってたらもうなくて、全然出なくてシャボン玉が、それでも絶対ないって言ってるお姉ちゃんの声がちょっと入ってるんですけど。ねえ、こんばんこんばんは。あれって5歳、18歳だよちゃんと。こんばんは。45分くらいに終わろうと思います。今日は気をする心からファンになりました、ありがとう、知ってくれて嬉しいです。私のこと現役感ある？まだ、じゃあもしなんか9枚目のシングルは、ん ?9枚目じゃん、ん ?9 枚目じゃない、8枚目の花は誰のもの？の時の MV では制服を着てたと思うんやけど、その時は現役だったのけど、もし今回の MV にも分かんないけど制服があったらまだいけるかな。まだ JK と思ってもらえるかしら。一応45分早い、もうちょっとでじゃあ読みます。うん、先輩役だった、分かんない、今回の MV がまだどういう感じになるのかは分かんないんですけど、みんなとね、そういける？みんなとねいっぱい楽しめたらいいなと思っていますので、ぜひ10枚目もよろしくお願いします。
サメ界は多分私服なのではないでしょうか。三大将の時以外は多分私服だと思います。エキストラで来ますか。よろしくお願いします。みんなといっぱい仲良くなって思い出を作りたいのでよろしくお願いします。ツーショットもね、私ずっとやりたいって言ってたから楽しみ。いっぱいおめかしするね。あ、そうだ、ファンクラブのグッズがもう買えなくなってしまうので、皆さんとファンクラブの方もいろんな今まで全然載せてなかった動画とか結構レアなものばかり載せているので、まだまだお待ちしてます。明日までね、明日までなのでぜひゲットしてみてください。もう買いました、ありがとう。にゃ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 ん。あ、さっき買いました、ありがとう。そう、ランダムじゃなくて全部モモというモモ尽くしなので、ぜひぜひゲットしてみてください。あ、かわいいリスちゃん、リマインドありがとう。いいね、リスちゃん。ジョンさん、リスちゃんありがとう、かわいい。たかちさん、きのこありがとう。モモルさん、ハートありがとう。森健銀河さん、きのこありがとう。まぼるさん、ありがとう。こうじさん、星ありがとう。ドラゴンさん、星ありがとう。たつぱらさん、バラありがとう。たちゃん、星ありがとう。みどんさん、きのこありがとう。メロンパンさん、りすちゃんありがとう。現場監督さん、ありがとう。ゆうさん、たたありがとう。つけもんさん、バラありがとう。ふくちゃん、星ありがとう。かな？では、ちょっと短めで申し訳ないのですが、そろそろ読みたいと思います。ツイートしますね、日程の。明日も広島で頑張ります。待ってます、会いましょう。明日四国とスタジオのやつお待ちしてます。課外活動公演、では13位のきのこさんありがとう。12位のメロンパンさんありがとう。11位のよしおんさんありがとう。10位のマピョンモッピーさんありがとう。初リアルツーショット撮れそうだから楽しみ、待ってます、ありがとう。9位のエイトさんありがとう。8位のたかちさんありがとう。明日公演楽しみしてます。個別できるだけ参加するのありがとう、楽しみにしてます。明日も会おうね。7位のゼータンさんありがとう。明日の公演楽しみ、モカも楽しみ、公演お話し会申し込む、また話そうね、ありがとう、明日待ってるよ。6位のふみやとまくふふさんありがとう。5位のドラゴンさんありがとう。お話し会でもーちゃんと会って話せるの嬉しいよ、待ってるよ、いっぱい会おうね、ありがとう。4位のふくちゃんありがとう。お話し会で会うの楽しみです、モカも久しぶりにみんなと話せるので楽しみにしてます。3位のたーちゃんありがとう。2位のコウジさんありがとう。お仕事中頑張れ、応援してるよ。1位のモーカルお侍さんありがとう。モーマーク、ありがとうございました。また今からお話し会の日程載せます。ちょっと文章考えてないからあれやけど、画像は作っとるので、また明日、おやすみなさい。公演お待ちしてます、頑張ります、バイバイ。